では一緒にお願いします。よろしくお願いします。せーの。ジェイコムからお届け。<ー>熊本神図鑑。<ー>ありがとうございます。この番組は熊本で活躍する素敵な方をご紹介する。熊本神図鑑。進行役のジェイコム熊本地域アナウンサーの福間由衣子です。そして今回のゲストはこちらの方です。東條大学の中山でございます。どうぞよろしくお願いいたします。中山さん、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。 今日はですね、スタジオを飛び出しまして総長大学の応接まで撮影しているんですけどもこちらのお部屋は中山さんがよく使われるお部屋なんですね。そうですね、えー、いつもあの質問をさせていただいておりますそして今回もですね、3つのテーマでお話をお聞きしていきます今回3つのテーマはこちらですまず1つ目万博坊主でしたそして2つ目メーカーから大学へそして3つ目学生の心に火をつける今回も3つのテーマでお話をお聞きしていきます 早速一つ目のテーマですこちら一つ目万博坊主でしたということですけども野岡山さんご出身はどちらになるんですかえ私はあの熊本になります熊本で生まれて熊本で育ちました、えー、実際出生はあの玉名市の方になりますけれども父があの高校の校長をやってましてねで、えー、玉名高校 校長というのが昔あったんですけども、うん、まあそこの校長をやってる時に玉名、えー、で出世いたしまして、でその後大津、そして三船、そして熊本市に戻ってきて、えー、そして熊本市の中で主に育ってきたという、うん、経歴です。そうなんです、ね。そしてテーマのワンパク坊主でしたということなんですけど、小さい頃活発なお子さんだったんですか。そうですね。もう話によると。 押し目だけで走り回ってていいたとううふうに聞いてます自分としては記憶ないんですけども小学校に入ってからはやはりあの頃の小学生の憧れは相撲と野球でしたからほとんど昼休みとかでは相撲を取ってましたし放課後ではやっぱり野球をやるというのが多かったですね。 その後進学とした高校ではどちらに進学されたんですかええー、あの成成校の方に進学したんですけどもあの私小学校の頃にですねあのこう非常に活発に行動してましたので、えー、まあいわゆるその行動は俊敏だったんですけど、はい、あの思考の方は非常に愚鈍でしてねまあそれを ずっと中学校まで延長いたしましてで中学校の3年の時にえ高校進学の,あの三者面談があったんですね。でそこでえ私小学校の時にえ小学校の4年か5年ぐらいだったと思うんですけども成成校があの高校野球甲子園で全国優勝したんですで。それを私も駅まで 彼らが帰ってきた時に見に行ったんですけどすごい人だかりでもうあの頃その選手というのは我々子どもの憧れの的だったんですねそれで正々こにぜひ行きたいという気持ちがありまして先生に「正々こに行きたい」という話をしたんですけどもそしたら先生が「うん正々こはまず無理だな」と一言言われました。当時私は団塊の世代ですから 一学年九百人ぐらい生徒がいたんです。で,すね、で、えー、生成績校の私が入学した時も割と一学年多かったんですけど、まあそれでも六百名ですから、あの九百名いるわけですから。で、私、えー、成績は先ほど言ったようにグドンでしたので、四百五十万ぐらいちょうど真ん中辺だったんですね。だから絶対に通るわけがないんですよ。 だけけどもう非常にショックを受けました通らないと言われてえ生成校に行けないんだと思ってでそれがまあ夏休み前だったんですけど、まあ、それで夏休みに、えー、いろんなあの演習問題とかを買ってですねもう一生懸命勉強しましたね夏休みの間。えそしたらまあ夏休みが終わって、えー、うん順位も、えー、180番ぐらいに。 1>, で1月にはですね32番だったかなぐらいまであの向上しましてね、まあ、それでも先生は多分通らんだろうなと言われたんですけどまあ正々を受けて何とか合格をして正々顧にいくことができたということですねそれは中学校3年生の夏休みの話ですかそうです、ね、うです,すごいですね、はい、じゃあもう1年間でもうそこまでもう。1> 1年間いいうか半ら間の間に その後念願の生成成校に入られてからはどういうい学生生活を送られてたんですか、はい、そうですねあのやっぱりどちらかというと活発な方でしたんでまず野球の応援ができるということで応援団に入りましたね、はいはい、それと私、まあ、小さい頃から野原で走,走り回ってましたんで自然が大好きでしたから。 えー、まあその勢いで生物部というところに入りまして、ですから高校生活というのは生物部と野球を応援する応援団ということで、えー、生活を送っていましたね。続いて二つ目のテーマです。メーカーから大学へ就職はどちらにしたんでしょうか。えー、まあ正則校からあの熊本大学の方に。 進学しましまて、ね、で熊本大学の中では機械工学科というところにいたんですけども組成加工金属なんかもこう完全にこう柔らかくこう加工してしまうというそういう研究をやってましたので、まあ、それでそれが生かせるところということで積水化学という会社に入りました。でそこでいわゆるプラスチックの 加工をやってたんですけどもいかがでしたかその入社してからの業務っていうのはそうですね、あのー、私最初はあのー、研究所に入りたいなと思ってたんですけど、まあ、実際に会社に入ってみるとやっぱり現場が中心になりますので、まあ、現場で技術が活かせないかなっていうことで工場を希望しまして。 で工場のまあ技術科というところに配属になったんですけどただえ会社に入ってえ独身寮に入ってたんですねで約200名ぐらいいた独身寮なんですけどでそこで2年目に寮長をさせられましてねで寮長をしてる間になんとなくなんかえ工場の幹部の人に見染められたっていうんでしょうか。 それで「お前はこれからちょっと労務を勉強してみないか」と言われましてそれで積水化学の工場の中の企業内組合なんですけどねそこの組合幹部になるしまた仕事の方も製造課というところに移りましてそちらで労務管理を中心にさせていただいてたというところですね。 社会人時代にこの創業大学とご縁があるような出来事があったというふうにお聞きしたんですが。いや特に大学との縁はなかったんですけど、はい、私あの会社にこう勤めている時にですね会社の方からあのメキシコの 工場があるんですけどこれはあのメキシコの地元と積水化学の合弁会社なんですけども、はい、まあそこの工場長で行けという話がございましたで半年間ぐらいその研修を受けてたんですけどもあのその時に工場長からえーメキシコに行くと5年間ぐらい勤務しないといけないでもうその時すでに29歳になってましたので。 あの向こうに行ったらなかなかあの結婚できないんでもしよかったら結婚していけと言われたんですけど、うん、彼女はいなかったんですよ <laughs> そうなんですね、うん、それで家に帰ってあの家にっていうのは熊本の実家の方に帰ってですね、まあ、そういう話をしたらちょうどいい人がいるんで見合いしないかと言われて、うん、で、えー、見合いをしてで、えー、結婚することになったんですけどそれが今の。 えーえー、妻になります。<laughs> その後メキシコには実際行かれたんですか。実際こう研修受けてる間に、えー、合弁会社ですからメキシコの相手側の方から、えー、もう日本からの工場長はいいという話になって、うん、で一応それで、えー、ポシャったんですよ。だから今でもあのうちの家内には。 結婚して一緒にメキシコに行ってくれますかっていうことで結婚したんですけど行かなかったんで先にあったとしょっちゅう言われてますその子っていうのは会社を続けられもう熊本に帰ってこられるんで,で,でそれでカナイと結婚して里帰りをするたんびにカナイの親父がこの創造大学を作った創設者なんですけども 熊本に帰ってこないかという話があって、まあ最初一年間ぐらいスルーしてたんですけども、毎回言われるんで、でしかもあの妻はあの三人姉妹の長女だったんですね。だからまあいろいろ考えて妻にえ熊本に帰りたいかと聞いたら帰りたいというもんですから、まあ言いを消してえこの熊本に帰ってきて、そしてこの早稲大学に入ってきた、入職させていただきました。 また全然違う仕事だったから最初入った当初っていうのはどうだったんですかそうですねやっぱり大学というふうに思いますねで。だけど基本的にはやっぱり企業でやっているまあ経営管理といいましょうかねそういった部分はあんまり変わらないんじゃないかなというふうに思いますね。 先生中山さんが学長になられたのは就任されたのはいつになるんですか。えー、仙台の学長がですね、まあ癌で亡くなったんですよね。でそれ亡くなった後に皆さんにあのこう選出していただいて、まあそこで、えー、学長理事長という形で就任をさせていただきました。平成十五年の十一月になりますね。その就任した当時苦労した点などありますか。 いろいろ苦労しましたね先代の学長というのは創設者なんですよ。でしかも18歳人口いわゆる高校を卒業する子どもたちがどんどん増えていた時代なんですね。ですからどんどん増えていくんでもう何しろこう,ば、えー、こう馬力をこうかけてですねもうがむしゃらにやっていくというそういうリーダーシップの下でですね大きくなってきたんですね。 ところが、あのー、大学の中を見てみるとですねそうなった時に今まではそれでよかったんですけどところがやっぱ18歳人口が減ってきたらやっぱりみんなの相違でですねやっていかないと生き残りができないという状況だったんですね。ですから私がちょうど、あのー、学長にになった頃には ちょううどもうかなりり右肩下がりで厳しい状況だったんで,すですから一番最初に手がけたのはやっぱりみんなで考えてみんなでやっていこうというそういう体質に大学自体を変えていこうということでですねで皆さんといろ,いろんなこうコミュニケーションを取りながらいろんな会議にも参加させていただきながらそしてやってきた成果がなんとか えー、現在につながってきた。本当にですね、今本学の教職員の皆さん。えー、頑張っていただいてですね、えー。本当にありがたく思ってますね。三つ目のテーマです。三つ目、こちらです。学生の心に火をつける。学生の心に火をつけるような取り組みをされ、たくさんされていると。ね、まあ、あの一言で言うと、そういうことなんですけれども。今、あの大学に入ってくる学生は。はい えー、ここはもう日本全国の学大学全部そうなんですけれどもみんな大学に入るための受験勉強をやってきてきるんですよ、はい、でそれは中学校でも高校でも詰め込み主義でですねで、えー、学生たちは先生からどんどん叩き込まれて、まあ、それで、えー、受け身の学習になってるんですねで大学に入ってくるのも大学に入ることが目的できてますから。 大学に入っった途端にですね目的を失っているんですよだからこれではいかんなと。でやっぱり我々の一番の仕事というのは人材育成で一人一人の学生が大学を出て社会に行った時に自立してですね自分の人生を歩むとこれが求められるわけで,で我々はそれを果たさなければいけない。そこに必要なのは 学生一人一人がですね好きなことを探して好きなことをやろうよとで、えー、自分は何にこう取り組んだがいいかということをですねしっかりと学生に、えー、分かってもらいたいなというふうに思ってましてでそれはやっぱり学生が自分で探さなければいけないだけどその探すお手伝いをです、ね、大学でやろうでそのことが学生の心に火をつけるということなんですね。 でちなみに本学ではあの入学してきた学生、えー、教員1人が5人学生の面倒を見るようにしてますでこれをチューター制と言ってましてでその5人は入学した時から卒業するまでチューターの先生がずっとお付き合いしていくわけです。でその、えー、対話をずっと4年間やるわけですけど対話の中身は先ほど言ったように「君は何がしたいの?」 えー、何が、えー、をやりたいのということを問いかけるんですそして学生の夢をですねその中から導き出していくで学生はそのやりたいことをですねやっぱり一生かけてやるということがあのそういうチューター生とかの中で育てていくこれからの創業大学のビジョンについて教えてくださいその第四次産業革命と言われるように 今とは全く違った社会、いわゆる情報化がものすごく進展した社会になるだろうというふうに思っています。ですから、まあそれに対応できるようなですね、あの大学にしていかなければいけないということで、例えば今情報学部については新たに改編をいたしました。 未来情報コースというのを作ったんですでこれはそういう未来社会をですね、えー、未来を構築する若者があのしっかり作れるようにということでそういった学生の育成を目指してそういうコースを作りました。でまたそれと合わせて全学科にいわゆる IoT や IT をしっかり使いこなせるような。 そういう強化を強化すると <laughs> いう感じであの大学の中で今やってるところですねですからこれからは、えー、未来のそういった情報化社会に対応できる、えー、そういう大学教育を目指して当面やっていきたいなというふうに思ってますね。 それではここでですね、プラスアルファで人となりをお聞きするマイフェイバリットのコーナーです。このコーナーではお気に入りのものをご紹介していただいているんですが、今日は何をご紹介していただけますか？私のマイフェイバリットは貝殻です。貝殻？はい。これ貝殻なんですか？これは骨貝っていう貝殻なんですけど、あの熊本の牛深というところで採集。 したものなんですね多分あの漁師さんが網に引っかかって、はい、であのそれが、えー、牛深の浜に打ち上げられてたというふうに思います。でこれ骨貝というのはこう見るからに人間の胸骨みたいな感じになってるんで、まあ、そういう名前が付いてるんですけどで外国の方はですねあの非常にネーミングがうまいこれをビーナスの串って言うんですよ。よおしゃれですねかっこいい で私は何で貝をこう集めるかということなんですけども私今一生懸命貝を集めてましてねこの貝の美しさこれに見せられたということです。中山さんこれだけじゃなくてですね本当にたくさんの貝を集めていらっしゃるということでこれ全部先生のコレクション、ね、はいこういうふうに雑誌ってですね。あまあ、いわゆる世界中に飛び回りまして。 行った先々で浜に出ていつも貝殻を拾うということをやってますね。じゃあ、はい、見つけることできますか。熊本もたくさんあの貝殻はあります。ですからあのもしよければあの海岸に行ってですね浜をちょっと歩いていただくと本当に綺麗な貝殻がたくさんありますからぜひ皆さんも。えー ね、集めていただければとこんなに綺麗な貝殻が落ちていると思ってなかったです、えー、それでは最後に視聴者の皆さんにメッセージお願いしますえ今日はあ,ありがとうございました今本学の方ではパイロットコースというのがございますでこれは日本で本学だけが空港のキャンパスを持っておりまして でそこのところでパイロットの養成をやっております最近は女性のパイロットも大変増えておりますのでもしよろしければそちらの方にもご興味を持っていただくと大変ありがたいなというふうに思っておりますどうぞよろしくお願いをいたします今日はありがとうございましたありがとうございましたどうも